ジミー・チェンバレンはアメリカ合衆国のドラマー。オルタナティブロックバンドスマッシング・パンプキンズのドラマーとして活動。アメリカ合衆国イリノイ州の中都市、ジョリエットで6人兄弟の一人として生まれる。父はジャズバンドでクラリネットを、兄はドラムをプレイするという音楽一家で育つ。9歳の時にドラムを始め、15歳の時には地元のバンドで演奏するようになる。 様々なバンドを転々とした後、友人にビリー・コーガンを紹介され、スマッシング・パンプキンズに加入することになる。当時、ジミーは大工をしていたが、パンプキンズの活動に集中するため、ほどなくして仕事を辞めている。パンプキンズが成功への歩みを進める一方で、ジミーは深刻なヘロイン中毒に陥っていた。ツアー中のある日、ホテルの部屋で一緒に麻薬をやっていた。 バンドサポーターのジョナサン・メルビンがオーバードースしてしまう。同室で摂取していたジミーは逮捕され、この一件により、バンドを解雇された。その後、元スキット・ローのセバスチャン・バックのソロプロジェクトに参加するが、ほどなくして、パンプキンズに呼び戻され、2000年の解散までドラマーを務めた。解散後は、ビリーと行動を共にし、2001年には、ズワンを結成するが、 このバンドは短命に終わり、アルバム1枚を発表した後の2003年に解散した。2004年には、自ら新プロジェクト、ジミー・チェンバレンコンプレックスを立ち上げ、翌年にはアルバムを出した。2006年にパンプキンズが再結成されると、ジミーはビリーと共に参加。アルバムを制作し、 これをサポートするツアーにも参加するも2009年に脱退を表明。今後は自身のバンドジミー・チェンバレンコンプレックスの一員として音楽活動を続けることを表明したが2015年にサポートメンバーとしてバンドに復帰し2018年よりはサンド正式メンバーとして復帰した。もともとはジャズドラマーであったこともあり。 ジャズとロックの双方から影響を受けている。ジミーによると、ロックドラマーでは、キース・ムーン、ジョン・ボーナム、イアン・ペースが、ジャズドラマーでは、トニー・ウィリアムス、エルヴィン・ジョーンズ、そしてジーン・クルーパーが彼のプレイスタイルに大きな影響を及ぼしている。オンラインマガジンのギグワイズ氏は、2008年に、ジミーを偉大なドラマーランキングの第5位に選出した。 このランキングにはジミーが憧れるドラマーも多数ランクインしている。2010年のローリングストーン氏の選ぶ歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて第53位。ありがとうございます。